お前がご手だ。よろしくお願いします。対局いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、旧友者の方にも分かりやすく楽しく、居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあということで、今回ですね、後付け実況になっていくんですけども、相手の方が三間飛車ですね。ノーマル三間飛車プラス銀がここに上がってくる形なので、船が、まあ、そうですね、基本的には金無双急戦を狙っていこうかなと思っております。まあ、金無双急戦できるんだったら金無双急戦やっていくんだけど、できなかったらその時に今考えるっていう感じですね。一応、まあ、まだこの形だと金無双急戦ができそうな形なんで、まあ、積極的に狙っていきたいところではあります。で、桂跳ねてって、金無双急戦の形を作ろうとしてたら、まあ、相手の方がね、三間飛車から向かい飛車に振ってきました。これは、急戦はさせませんよっていう、まあ、意味合いの手になるわけなんですけども、そうですね。まあ、そしたら、こっちも急戦、居飛車から急戦できなさそうなんで、持久戦に、行こうと。持久戦やっていこうかなっていうことで、まあ、天守閣美濃に組み替えていきました。で、そうですね。まあ、銀の使い方に関しては、まあ、相手の銀がここにいるのに対して、俺の銀は、ま、囲いにくっつけていって、4枚の、なんだ？美濃か。4枚美濃か。4枚美濃にやっていって、まあ、右側で飛車角桂がさばければ嬉しいなみたいな感じですよね。で、一旦、まあ、角頭の歩は交換させてもらって、まあ、ここの歩交換は居飛車の権利であるはずなんで、まあ、これで交換させてもらってって感じですね。で、桂馬ジャンプできてるんで、角がここのポジションにいることによって、で、まあ、この王様に睨んでるみたいな、まあ、いいポジションにお引っ越しすることができました。まあ、歩交換しながら角がここからね、この王様に睨んでるいいポジションに引っ越してきましたと。で、歩ついてきてもまあ同桂で取れるから今すぐは何でもないよねって感じですよね。で、相手の方はまあ上部に備えるために銀冠に組み替えてこようとしてますね。銀金金の形で上部に強い形にしていこうとしてます。まあ、なので、こちらとしても、まあ、上部に手厚い形、4枚美濃の高美濃バージョンに組み替えていこうとしているところですね。さあ、相手の方、中飛車に振ってきました。まあ、これは、なんかこの歩を突きながら、角道を通して、この5五歩のあたりで、回線がしたいみたいな、そういう意味だとは思うんですけども、まあ、先に歩突きは、桂馬ジャンプでどうか、5五歩の瞬間が、まあ、ちょっと緩いんで、まあ、例えば取ると、歩に桂馬ジャンプで角ついてきてみたいな、角出てきて交換しようぜって言ってくるんですけど、だから、歩に桂に角の時に、こっちの飛車先が重いのが気になると。なので、先に歩ついたらどうなのって話ですよね。歩ついて取り込まれても、まあ、取り込んで、と金ができて角当たりでしょ？で、こっちの相手の攻めは、歩ついて、歩ついて、と金ができた時に、ここに歩なっても同角で取り返せるんで、と金が得できるよねっていうことで一回ついてきました。で、これで5五歩ついとけば、こう、角飛び出もあるし、飛車走りもあるしって感じですね。歩桂に角なら一回飛車走ろうかなみたいな感じだったんですけど、相手の方が歩打ってきたんで、これはですね、ミレニアムでもよく出てくる形なんですけど、なんかね、角行って飛車回ってきた、まあ振り飛車の常套手段の向かい飛車にやってくる形あるんですけど、角行って飛車行って角なって飛車取られて銀取れる変化みたいな、それでどうかなと思ってたんですよね。で、飛車がここにいるから、飛車なるのにもう一手かかるんですよ。で、馬がここにいるから、まあ、歩取り込んで、と金作る手で作ってどうなのみたいな感じですよね。だから、角飛車、角取って、飛車取って、こう取って、その時に、まあ、ここ取るのみたいな話ですよね。で、ここに飛車いるんだけど、どうするみたいな感じですよね。だけど、相手の方、角取ってきましたね。まあ、これはこれで飛車が突破できるんで、
いいかなって感じですよね。で、まあ銀を引くことによって、まあこの桂を取らせないよって感じしてきたんですけど、まあそれよりも怖かった、まあ怖かったとかやらでやだったのは、銀がここにいて桂ジャンプかな。そうすると、まあ桂馬がなんかさばけそうな感じもしてくるんで。7分。まあそれでも3段目になっといて、桂と銀のこう2枚に睨み利かしておく方が良かったのかもしれません。さあこっからっすね。ここで、まあ、相手の陣形を見て大事なこととしては、この飛車がいるから、飛車が横に効いてるから、この銀が取られずに済んでる。なのでこの飛車の働きが一番いい。この飛車がベスポジにいるってことなんですよね。例えばこれ下でもダメだし、上でもダメだし、ここじゃないとダメなんですよ。なので飛車どうするって聞いて一回叩きました。で金がここに出てくることによって飛車の縦の攻めの働きが弱くなったんですよね。でまあ香車取っていったんですけど、こっち入り込んだ方が良かったみたいですね。こっち入り込んで角打ちになってみたいな方が、竜がこう下で睨み利かしてるし、この飛車動くと銀取れるよみたいな形にしておいた方が竜の働きとしては良かったみたいなんですよね。だからこの香車取り自体がちょっと違和感は自分あったんですよ。なんかそのこの飛車を働かせないという意味で、多分この銀の周りにいるのがいいんだろうなって、ここら辺がいいんだろうなと思ったんだけど、まあ実はこっちの方が良かったみたいなんですよね。まあそらそうですよね。よくよく考えたらそらそうですよね。でよくわからんから、まあ歩切れを解消しながら竜のポジをこうなんかじわじわ変えながらって感じですね。でこの辺は相手の方もなんか一緒にこうなんかなんていうのかな、手を繰り返してくれてるんで、何回も叩いたりして、なんていうか似たような局面が続いてるんですけど、これ本当はねもうちょっとこっちがうまくパズルみたいに攻めた方が良かったと思います。まあ、歩をなんかいろいろ使って結局、まあ、香車取りながらここの地点に戻ってきたよみたいな感じですよね。でちょっとね分からんかったんで角打ってきました。これまあここの地点に力足してるってことなんですけど、うん、まあ止まるんですよね。この辺がちょっと筋悪な感じだなとは思ってまして、まあ思いながらもやるしかないみたいな感じですよね。一応香車打てばここの地点は数足らんでしょうっていう、1枚2枚3枚対1枚なんで足してもこれ突破できちゃうんですよね。で、もし突破できれば、まあ、もともと強者得してたのが、5分。銀得に変わるんで、これは、まあ、突破のしがいもあるっていう感じですかね。まあまあ、これで、この辺が、まあ、本当はね、こう、スッキリさせちゃうのは良くなかったんですけど、まあ、今回仕方なくって感じはありますよね。で、まあ、桂馬取り残ってるよって感じかな。まあ、体勢、大きな形勢としては、こちらの方がいいんじゃないかという感じですね。さあ、まあ、一回割り銀決めるかどうか迷うけど。割り打ちの銀。まあ、割り銀やってきました。先に取る手もあったかもしれません。で、まあ、取っといて、とりあえず剥がす。やっぱ金を剥がすの大事ですからね。で飛車と金の両取りにしといて、ここの地点2枚効いてるんで、これ飛車立てに行くとこれ金がボロですね。なので下に行って、まあこれも飛車取って、飛車がこう桂馬に紐ついてるから竜が入れなかったんだけど、まあこうやって入っていってどうかって感じですよね。まあ最善とは言わんけど、なんかここに銀打たれて粘る方が俺としては嫌でしたね。まあでもその時は桂打ちかな。桂打って角打たれてなってみたいな感じかな。さあここはですね、ここの地点が空いたんで、桂打ちで撃通ですね。これ銀が動くと金が取られちゃうんで、まあ銀足してくるんですけど、これは身の崩しの筋に入った感じだとは思います。同金で取ると銀打ちがあるし、まあこうやって竜にアタックしてくる手は
ここの地点で金竜が2枚効いてる形なんで銀打ちがありますね。で王様をとにかくこの辺から追い出せば、これは寄り形になってきますね。まあ決めるだけ決めとこうか。飛車打ってここの一択でしょっていう。で、ここの銀取るか、ここの金を取るか、なんかいろいろここで読みを入れるんですよね。例えば、まあ銀取る手が詰めろなのって言われたら、まあ詰めろなのか？まあ確実な攻めでありますよね。取って、取ったらまあこれ取り返して詰めろだし、取って何もしなければ金を引いていけば詰めろか。で、こっちの玉はまだまだ全然寄らないんで、まあこれは取り返しといて寄りそうですね。ここの地点に竜が入るとか、ここに金打ちとかあるんで、これは金打ちぐらいだかなと思ったんですけど、確定的なんでこれは一手詰めですね。はい、ありました。お前なら極められるかもしれんの。将棋ウォーズの王道。はい、いかがでしょうか。今回ね、三間飛車から向かい飛車、中飛車の戦いになりました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。